はい、皆さんこんにちは。漫画家の新本慎です。はい、ゆうすくんです。よろしくお願いします。お願いします。ということで今日はですね、はい、私少女漫画家をもうね10年以上やってるんですけども、はいまあ、日々多くの読者さんたちに、まあ、支えられてここまで来ました。まあ新本先生の書くキャラがかっこいい、かわいいとかね、そうそうっていう感じで私のキャラを応援してくれてる人たちのおかげでね、はいはいはい、私は果たして本当にその読者さんたちと気持ちが一致しているのかという企画をやりたいと思っております。なるほど。今からですね、事前にある程度項目を設定している、うん、キャラクターのイラストを描きたいと思います、はいはいはい。まあ、例えばだけど髪型だったらこの4択のどれとか、はい、で先に事前に私はその決まった項目の中から一個一個チョイスしてキャラクターを描いていきたいと思います、はい。でその後ですね、後日全く同じ項目をインスタのストーリーでアンケートを取ってみたいと思います、はいはいはい。でそのアンケートで一番評価が高かったイラストをまたそっち後日描きます。で、なるほどね、果たしてそれが一致しているのかっていうのを検証する企画です。まあ、一致してれば理解してると。そう、だから私の趣味とやっぱ読者の趣味は一緒っていう。だよねみたいなね。そのキャラがいいよねみたいな。だよね、やっぱこれだよねみたいな。そうそう。全く合わなかった時は、果たしてこの人たちはなんで私の作品こんな好きでいてくれるのかっていう私が謎のね、ところに行ってしまうので、極力一致できてたら嬉しいなと。なるほどね。思います、はいはい。ということで、早速やっていきましょう。はい、ではですね、早速私がその項目を決めてね、先に私バージョンの男子キャラ書いていきたいと思います、はい。項目パーツごとに決めてますので、はい、S 君の方でね、言ってってください。はい、じゃあまずね、はい、一つ目が性格。おお。陽キャ、うん、クール系、うん、やる気ない系、うん、俺様系で聞いております。これ表情に関わる部分だよね。表情に。そうそう。ね、待って、もう一回言って、陽キャ、クール、やる気なし、俺様で聞いて、私が好きなやつ。そう。わかりました。じゃあ、これは絵に関係ないとこだけど、先に決めておきたいと思います。はい。すっごいやる気なしと俺様で悩んだけど、うん、俺様にします。え、俺様で行くの？うん。ちょっと珍しい。やる気なしかと思った、これ。やる気なしも好き。次、漫画新作書くんだったら、うん、やる気なし男子か俺様男子との恋愛にしようかなずっと思ってたよ。あ、そうなの？で、まあでもやる気なし。公表しちゃったやん、これ。いや、わかる。何を思ってるだけ思ってるだけ。決まって、何にも決まってないよ。何も決まってない。だけど、なんかその中で最近ちょっと私の中で俺様男子勝ってきてるよ。気持ちがね。だから俺様にしてみようかな。うん。あ、じゃあ次項目いくね、うん。はい。目の形を聞いてます。はいはいはい、目の形が、ぱっちり二重。うん、クール切れ長、うん、セクシー垂れ目、うん、眠たげとろめ。もう性格俺様だと、どう見ても金髪、切れ長、切れ長クールが合ってるけど、待って、その形だけで私の好みを考えるね。うん、眠たいとろめにします。俺様で眠たいとろめ。ちょっと私もよくわかんない。よくわかんないけど、正直その中のペノパーツでどれが好きって言われると、うん、私、ちょっと眠たげとろめ好きなのよ。まあ確かに、なんかそういうの好きだもんね。だいたいいつもそんな感じの目じゃん。そう。だから好きなキャラ描くとき。果たしてそれが成り立つのか分かんないよ。このキャラとキャラでね。でもそれで描いてみる。そうだな、うん。眠たげトローンだったらさ、うん、俺様じゃなくてさ、うん、性格やる気ない系の方が良かったんじゃねえと思うけど。いやでもさ、そこから考えちゃうと全部そうだから、その似合うパーツ選んじゃうけど、ね、今回は私の見た目の好みも入ってるでしょ。はいはいはい、性格俺様が最近来てるけど、やっぱ目はね、なんか眠たげトローンが好きなんだよね、私。いや、って言うとさ、やっぱそのクール切れ長も好きだし、あのセクシー垂れ目も好きなんよ。わかるわかる。あの一番この中で自分が選ばないなと思うのはパッチリ二重。ああ、まあまあ書かないもんね。うん、でそれが選ばれてた時、私やっぱちょっと読者と何かが違うなっていうところにはなってしまうけど。ワンちゃんもしかしたら、うん、だから今回書くこのキャラクターが、うん、もあのモチーフになった新作の漫画が生まれる可能性があるでしょ。ゼロではない。私はできないでしょ。私の中でめっちゃこれがハマればね、まあ、ねなしではないけど、私には逆に言うと視聴者が考えた方をキャラにしてる可能性がない。私のこのみんなはこれのがいいのね、分かったよって言って書いてる可能性大。でもそれがもしかしたら、うん、ほら今回のそのね、なんかやる気なしと俺様系で書こうか迷ってたじゃん。やる気なし系の方に入ってくる可能性もあるやん。うん、なんかちょっとイメージがさ、うん、あまりにもみんながそうだね、こういうの求めてないんだってなった時、私の本当は今後の方向性かって可能性はあるよね。オッケー、いいでしょう。じゃあ次。次、髪型聞いてます。ほいほい。髪型が、
センター分け2ブロック。うんうん。前髪重めマッシュ。うんうん。アシンメトリーでメッシュ入り。あ、オッケーオッケーオッケー。で、襟足長め外羽ヘア。襟足長め外羽ヘア。はい。その4つで聞いてます。むずいなぁ。どれにしようかなぁ。いや、でも俺、新本先生の好みだったら、俺らは多分襟足長め外羽ヘアなんだよ。いや、そうだなぁ。私も今それかなぁって思ったし、ね、襟足が長いっていうか、基本的には髪の毛が長いキャラが好きなの。そうだよね。ここの選択肢はなかったけど、私は本当に、うん、長髪でしょ、超ロングキャラとか好きなんよ。でもやっぱそうだね。私やっぱ外羽にするわ。それはやっぱこう自分が一番好きだと思う。襟足長め外羽ヘア、うん。前髪の選択肢はこれか、ないから自分で好きに書いていい。前髪はいい。オッケー。もう髪型の選択肢しかないから今回。オッケーオッケー。まあいいでしょう。もういいや。これでいいかな。はい。オッケー。なんとかトロンと俺様の雰囲気同居。はい、じゃあ次。はい。服装いきます。おー、はい。服装が、柄、うん、シャツ、フード付きパーカー、フード付きハイネックセーター、ネクタイ付きシャツっていう項目で聞いてます。あ、もう二択ですね。柄シャツかハイネックセーター。だと思った俺も。どっちかだ。いやー、柄シャツだなー。きっと好きだなー。一年通して好きだもんな、柄シャツ着てる男。本先生の書く、なんか落書き全部柄シャツ、柄シャツ問題ね。てか、なんかオラついてるやつが好きすぎ問題だよね。じゃあやっぱ絶対柄シャツだわ。やっぱハイネックも好きだけど、好き度で言ったら柄シャツの方が絶対好き。いいね、オラついた感出たね。出たね、うん、じゃあ次いきます。はい、色ですね、色ですね。オッケーです。あ、じゃあ先にちょっと肌色塗っちゃっていい？あ、肌色いいよ。オッケー。次の項目が、うん、髪の色を聞いています。髪色ね、大事大事。アニメっぽい髪の色っていう項目です。あ、今回はアニメっぽいキャラだからね、うん、うんうん。で、1個目が赤、うん、青、お、黄色、白です。この項目で聞いております。むずいな。正直全部好きだ。新本先生はさ、基本的にさ、結構さ、うん、カラフルというか、そう、でも奇抜な色。白髪キャラも好きよ、すごく。知っている、それは知っている。だからすごく難しい。白髪もいいな。白髪人気だからね。でもなんか色を塗る楽しさとか考えるとな。あ、白じゃない方がってことね。楽しいしな。なるほどね。ちょっと待って、赤髪、赤髪パターン。ちょっとこれはもうちょっと赤い方がいいな私。知らんけど。あ、いいね。赤髪もありだな。で、白髪パターン。あ、白いいな。ちょっと青髪も見よう。俺全部見れるのいいね。私はね、みんなは見れないからね。あ、もういいわ。一応黄色やっとくか。まあ、ありっちゃあり。あ、まあ全部ありっちゃありだよ。あ、ほんともうこれもう好みだって、だから自分がどれがいいかだよ。うわ、どうしよう。あ、でもまあ、まあ白かな。やっぱりもう全然白にキュンときたわ。じゃあもう白じゃんよ。キュンときたら白よ。白にします。キュンときたので白にします。今回ほら、茶色とか黒っていうさ、オーソドックスのパターン入ってないから難しいと思うんだよね。やっぱ絶対ほら、王道に茶色黒って人気あるからさ。あ、まあ確かにね。うん、てか黒髪男子が好きな人って一定数いるんだよね。あ、そうなんだ。なんか漫画キャラでもやっぱ黒髪男子がいいっていう人いるんだよ。なんか漫画だからこそ、うん、なんか結構できない色の方が俺は好きなんだけどね。あ、わかるわかる。だから嘘のちょっと感じでね。だからリアルな人間ではいないやん。そう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 。でもやっぱさ、少女漫画ってどっちかとさ、リアルなのを求める人も結構いるから。なるほどね。だからリアルに自分が恋愛してる気持ちになりたいじゃん。はい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 、そうするとやっぱさ、想像できる髪色のが人気だったり。リアルに求めやすいっていう、ね。そうそう。ただこれ私の読者さんじゃん。うん、やっぱ私の読者さんは今まで奇抜な色を私が描いてきてるから。いや、まあそうだ。シモスが奇抜な色を描く。あ、みんな私の私の感性と一緒だったら、多分この絶対カラフルの方が好きだと思うんだよね。あとはちょっとどの色を選んでくるかは正直むずいね。次が、最後の一応項目になっております。はい、はい。漫画っぽい目の色という項目で聞いております。あ、もう目が一番大事だからね。キャラの印象決めるからね。うん。いくよ。うん。赤。赤ね。青。あ、いいね。青。黄色。緑。黄色いい。緑。あ、うわぁ、全部いいな。全部ありなんだよ。髪白にしたわけで全部ありなの。わかる。髪白だからね。悩むなぁ。あー、まあでもこれ決まりましたわ、すぐ。あ、黄色なんだ。そうです、黄色を選びました。あのね、この白髪だったら多分みんなはね、赤にしたかったか青にしたかった人が多いと思う。
あ、そうなんだ。いや、なんかこの今ね、動画を見てた人たちは、多分、千本先生、ここはぜひ赤でとか思ったと思うんだけど、やっぱ白髪に赤目にするとちょっと吸血鬼っぽくなるし、あそういう、白髪で赤目の男子キャラってめっちゃ多いよ。あ、多いんだ。多いけど、私ね、黄色い目好きなんよ。そうなの？それは知らなかった。それは知らなかった俺。黄色いっぽい目好きだから。へー。あ、でもなんかめちゃかっこよくなってるやん。いいやん。そうでしょ。うん。なんかこうちょっとなかったよ今まで私が書いてきたの。ないない。これタイプはないね。ちょっと新キャラ生まれたんじゃない？ちょっと初めてな感じかもしれんこれ。じゃあちょっと残り私適当にリッキー塗ってきます。はい、ということで、私バージョンのイラストが完成しました。いやー、いいじゃんこれ。いや、私めっちゃ自分好みの男子できてさやばいよ、ほんとめっちゃいいよ、ほんと気に入ってんだけど。新作漫画キャラや。うん、めっちゃイケてんだけど、まあ、問題は視聴者との好みと一緒するかは、ちょっと自信ない。これは多分、絶対違うと思う。だからね、出来上がったこのキャラも見てくれたら、みんなも分かるし、もっと言って、いいねって言ってくれそうだけど、やっぱこうなるさ、イメージ湧かないかったと思うんだよね。だから項目だけじゃこうなるとは思わない、ね。そう、だから項目では、こうなったら本当奇跡の一致だなとは思うけど、まあ少なくとも私がこれ出てかかないでしょっていうキャラになんないことに なっています。いや、それは多分ならないんじゃないかなと俺思う。では早速次は視聴者読者の好みのキャラ行ってみましょう。はい、はい、ということであれから、視聴者さんたちにインスタでアンケート取りまして、はい、みんなの好みの男性キャラできてると思います、はい、まあ、果たして私と一致してるのか。いや、一致しててほしいけど、ね、欲しいということで早速書いていきたいと思います、はい、じゃあまずは、性格からね。はい、性格は、うん、じゃじゃん、こんな形になっております。クールが 44%。 待って、私が一番選んだ俺様 8% じゃね。俺様選んでたわ少なまで出だしから不穏な感じだよ。大丈夫これ。じゃあ待ってて、性格はクール系ね。クールだ、ね。オッケーオッケー。じゃあ目の形は、こちら、はい。クール切れ長。あー、もうパッチリ二重が 25%。私のやったらメルタゲトローメ 16% や。少なでもまあそう、クール系が一番人気できたら絶対このクール。切れ長になるよね。クールになったらやっぱ切れ長になる。なるなる。もうこの時点で完全に別キャラ確定しました。確定しちゃったじゃんもう。そしてですね、ここでですね、一、うん、回急にですけど、はい、唐突にですね、うん、あのコーナーに行きたいと思います。あ、出た。みんなの視聴者の悩みコメントに答えてみる。出た、その唐突に見るやつ。まあ、この間の YouTube のコメント欄とかにね、うん、コメントお悩み来てたんですよ。はい、 はい、 はい、はい。で、まあ、いつも文章で返してんだけども、うん、まあ、言葉じゃないと伝わんないものがあるので。はい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 。で、ちょっといいですか、その発表しても。はい、はい、どうぞ。こちらです。ちょっと読んでおくれていい、はい、もらっていい。じゃあ、ちょっと質問僕が、今日は代わりに僕が読みます、ね。はい、書きながらちょっと答えます。はい、質問です。はい。ラフの時点では、うん、良い感じなのですが、うん、線画を描くと、うん、一気に見た目が悪くなってしまうのですが、うん、どうしたら良いでしょうかという質問です。はい、これはまあ、あるあるなのよ。これもう、絵描きあるあるだから、正直その自分だけじゃないんだよね。もうこれプロでもあるある。ラフの方がいい問題。なんか、ペン入れると、思ってたのと違うみたいなのよくあるしね。そうそう。で、これなんでかっていうのもなんか私聞いたことがあって。あ、やっぱあるんだ、あのね、ラフってさ、みんなガサ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 すごい勢いで描くでしょ。うん、でさ、ペン入れはさ、綺麗な線を選んで描くでしょ。はいはい。でね、ガサガサしてる絵って、脳内でその中で一番いい線をね、補正して選んでくれるんだって。あ、でも分かる気がする、それ。だから、なんかガサガサ返してある絵の方が、自分が脳内で一番いい絵を選んだ補正した絵に見えるから、よく見えるんだって。あー、なるほどね。で、最後のほら、清書した絵ってのはもう一本線で勝負みたいになってんじゃん。まあ、基本的にはその、ね、デジタルで返した場合、下書きは消すし、そうそうそう、アナログの場合も鉛筆の線消しちゃうもんね。そう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 。だから、ちょっと下手に見えるっていうのはね、なんかこれ、プロでも、なんでも起こり得るあるある問題なんだから、正直これ、自分だけじゃないから気にしなくていいよっていうことと、でも解決したいじゃない、その問題どうしたらいいって。確かにうまく書けた方が越したことないもんね。そうでしょ。で、私もまあ昔それを聞いても、私さえそれから結構実践してるのが、うん、私はね、もうラフをあんまりちゃんと書かないっていう風にしたの。あんまりラフを参考にしないぐらいの。だから今もう見てほしい、これ。もういきなりペン入れてるぐらいの感じ。ああ、そう、下書き書いてないもんね。そう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 。それもう下書きはあえてもしないで、いきなりもうペン入れぐらいの気持ちでやるという風にしてます、私の場合はね。まあ少しそれで解決するかわかんないけど、参考にしてみてください。まあ参考にね、うん。で、はい、切れ長の目、まあまあ、こんな感じかな。あ、見てなかった、全然ごめん。まあでも切れ長じゃんって思ったらさ、うん、
岸本先生のキャラなんよ、これ。いつものキャラだよ。一番よく描く目。だよね。うん。だよね。うん。じゃあ次いきます。はい、じゃあ次お願いします。次、髪型ね。髪型ね。髪型の結果は、はい。こうなっております。あ、結構割れたよ。え、まだね。センター分け2ブロック 29%。あ、もうこれだね、じゃあ。まあね。でも、ほとんど違う。笑いマッシュも、結構。もうほぼ 1% の違いじゃん。岸本先生のが3位だったね。外跳ね。もう2位にもさっき悲しみなんだろ。2位にもなれないんだけど。今んとこさ、ビリビリ3位じゃね。いやいや、ビリ3位3位で。あ、ビリ3位3位。多分多分そう。ビリ3位3位ってやばいよ。やばいよね。何も理解してない。英語まで。じゃあ、センター分け2ブロックにしますね。センター分け2ブロック。でもこれは本当にやっぱ割れたね。はい、マッシュとセンター分けで割れたね。うん、割れた。いやいや、イケメンやん。いや、かっこよ。かっこよ。次じゃあ、服装いきます。はい、はい。服装は、こうなりました。フード付きパーカー、フード付きパーカー、ぶっちぎりで 55% だよ。マジかよ。一番人気なんだわ、OK で。俺、ネクタイ付きシャツが良かったのに。いや、ネクタイ付きシャツはこいつに合わないって。え、マジ、柄シャツか。柄シャツ 5% だよ。人気だ。ビリ、私が選んだ。マジで？え、4334？やばない？人気ないやつ選びすぎじゃね？この企画さ、やったものの私が一番視聴者の気持ちを、読者の気持ちを、視聴者の気持ちも、一番理解したいって驚きがさ、やばいことが発覚しちゃったよね。フード付きパーカーが人気なんか。ねえ。これでもこれはもうぶっちぎりで人気じゃない？ 15% だもんね。ほぼ半数以上の人がだよ、これ。いや、私今後ずっとフード付きパーカーのキャラクターだったら、全員フード付きパーカーにするわ。そんな人気と思わんかったよ。もうちょっとカジュアルになったね、フード付きパーカーのおかげでね。まあでもやっぱかっこいいよ。ね。じゃあ次は、肌色塗るからちょっと待ってて。あ、うん、髪の色の前。そう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 、肌色塗るから待っててください。そう、なんかちょっと今名前が欲しい。こいつらほら友達なくレセンあるじゃん。なんか友達っぽいやん、なんかもはや。むしろ私が書くおかげで。じゃあ、新本先生のキャラの名前は、うん、銀狼。ダッセ待ってどっちにしろ出さかったらいいよ。じゃあ銀ちゃんね。銀狼の銀ちゃん。髪の毛がもう白だから。髪の毛銀だ。待って待って、でもこの後こいつの髪も銀だったらどうする？ダブル銀ちゃんになっちゃうよ。ちょっと待ってくれ。うん、こいつはまだね、やっぱ色使うまでは まあ、名前決めれん。あ、マジで、うん、待って、やめて、その髪色に付随する名前。じゃあ男性キャラで顔の名前めっちゃかっこいいと思ってキャラいるの。でも子供の時って結構あったりするじゃん、漫画キャラのさ、名前にかっこいいな、憧れるみたいなさ。あ、でも俺、うん、最近ほら、ブルーロック読んでるじゃん。あ、見てる見てる。うん。やっぱ、バローとか。あ、バローね。あと、バチェラとか。あ、濁点ついてるキャラね。男子らしい。なんかそういうの好きだよ、結構。かっこいい名前と思う。あー、なるほどね。ね、まあでも、ま、なんか男性向けの漫画って分かりやすい名前ついてていいよね、すごくね。っていう感じはある。いや、それでいいかな。あとなんか、チギリとかさ。いや、だからチギリくんはほら、ぶっちぎりのチギリ。だからチギリヒョウマくんだって確かした名前、ヒョウでさ。そう、ヒョウはでも私は、そのね、もう、ブルーロックのキャラの名前で行くならね、あの私の推しキャラじゃないけど、キャラの名前で行くってぶっちぎり好きなのは、イサギヨイチ。やっぱ、イサギっていう、イサギヨイチ。そう、もう、イサギヨイチ、いいねって思うよ。そういう意味で、私がここ最近の漫画で名前すごって、すごいと思ったのは、炭治郎先輩ですね、マジ本当に。あ、炭治郎？やっぱね、今時の漫画で、かまど炭治郎なんて名前のキャラ、あんま見ないよ。なんか、逆に、最近の少年漫画ってやっぱ かっこいい名前ついてるよ、みんなすごくさ。まあ確かに。ちょっとやっぱ男の子たちが憧れるような名前。あ、炭治郎、炭治郎だよって感じは炭。なんかさ、まあ、確かに炭だね。新しくない？逆に。私、すごい。あの時代の風景の漫画だからこそ、なんか炭治郎って言うんじゃないの？けど、それでも、やっぱり漫画家としてはね、結構かっこいい名前つけたくなっちゃうよ、漫画家ってさ、特に主人公にはさ。じゃあさ。だからあの大正時代だとしても、なんか、きらめきなんとかみたいな名前なんていう。それはダサいだろ。名前のセンスないからあれだけど、なんて言えばいいかな、なんかあるじゃん、そういうかっこいい名前。なんか、せいやみたいなさ。せいや？セイントセイヤじゃん。そう、セイントセイヤとかめっちゃかっこいいやん。確かにな。セイントセイヤだもん。さあ。自分の漫画のキャラはどうなのよ。私はなんか漫画のキャラの名前だからちょっとダサい。私やっぱ名前のセンスがないからちょっとダサいね。ダメなんだ、佐久間葵。佐久間葵は、その正直本当に連載になるとも思ってなかったから、すごい適当につけたんですよ、名前さ。あの本当に。だってスミレが、
お花の名前だから、植物系の名前で。小山田すみれね。小山田すみれだから、いや、小山田すみれはすごく気に入ってんの。そうなの？なんか山田すみれにしようと思ってた、最初は。だけど、すみれは平凡な名前にしたかったよ。ほうほうで、山田にしようと、名字。ああ、山田って普通にいっぱいいるしね。うん、だけど、なんかね、小山田のがよりなんか可愛らしくダサくなると思ったよ。これ全国の小山田さんに申し訳ないけどね。なんか小山田のがよりいいなみたいな。なるほどね。で、小山田すみれにして、あんま深く考えないで名前決めちゃった。ああ、じゃあ次のは決めれるといいね。でも次のはかっこいい名前にしたいよね、もう。セイントセイヤに。じゃあ髪の色いきます。はい。髪の色はこちらになりました。うん、白だ。一緒。銀狼ダブルステリー。ダブル銀狼や。え？やっぱ白なんだ。青が2ね。なるほど。でもこれも結構な票差で白。あれ、じゃあやっぱここだけ視聴者と私一致してたね。いや、ようやくだよ。逆に言うならようやく一致してたよ。ようやく一致した。あ、かっこいい。いや、かっこいいよな。髪の白かっこいいな。じゃあやっぱ白キャラか、次の。次の次の主人公は。もう髪白キャラ、白キャラか。もうでも次のキャラの、私なんかメインに来るキャラは、白にしたいっていうのももうね、髪の毛をね、白黒漫画で黒にするのめんどくさいよ。さっきんとすみれ二人してさ、白黒にした時黒でさ、もう死んでるから毎回作画で。もう次は白にしたい絶対。もはやさ、うん、作画めんどくさいから白にするみたいになってるよ。いやもうこれ漫画家の大半は同じよ、これ。絶対みんな思ってるよ。全員、うわ、画面が白くなりすぎちゃうからこのキャラは黒、でも基本は白にしてと思ってるよ全員。なるほどね、うん、新連載のキャラの髪の色は白ということがここで決まりました皆さん。もうしたいね。本当にそれにしたい。ちょっと担当さんに止められなきゃそうしたいよ。いや、担当さんにもこう言った方がいいよ、わかる。もう。みんなが、白で行きたいっつって。みんながこれを求めてますよ、世の中っつって。そうそうそう。白さん、いや、画面が白くなっちゃうんで。はい、じゃあ目の色をお願いします。はい、じゃあ目の色いきます。はい、目の色の結果は、こうなりました。うん、お、青。青。あれ、白先生黄色だっけ？黄色。またミニじゃん。マジ？ぶっちぎりで青じゃん。私、もう少し緑がセルかと思った。いや、あ、白に緑ってあるの？いや、あるでしょ。全然あるでしょ。てかほら、漫画のキャラの目の色で多い率は多分青緑かなと思った、一番。あ、そうなの？か、茶色だから無難にあり得る色で。だから。あ、でも青、でも青も多くない？青はやっぱ漫画キャラで一番見るし、かっこいいよね。やっぱシンプルに青の目って。てか、かっこいいな。マジで。で、じゃあちょっと他の部分今私の方で塗って仕上げていきたいと思います。はい。はい、ということで、イラスト完成しました。お疲れ様でした。みんなの理想のイケメンはこちらになります。はい。あー、いやー、まあ確かにかっこいいよ。かっこいいけど。すごいかっこいいよ。でも俺、やっぱ、しぼ先生の最初のこっちの銀狼の方がいいんだよな。いや、じゃあこっちの名前は何？そっちやー、難しいよな。そっちも銀だったんだよな、髪はな。CT とこれが銀狼も嫌だけどね、ダサいから。やっぱ、銀次で。やべ、両方銀じゃん。もう兄弟じゃん、じゃん。銀狼と銀次。まあ、強いて言うと、しかもこっちは銀狼っぽいけどな。そうか。銀次がこっち。じゃあこっち銀次にして、こっち銀狼にするか。いや、まあだから、もう私的には、全然視聴者と合わなかったので、今回の企画は、新本先生は全く読者や視聴者の気持ちが分かってないという結果になりました。まあ、そうだよね。だって、4-3-3-1-3 だったんだよ、うん、全部下だもん、ほぼ。だからまあちょっとここでみんなに一回謝っとく。すまん、みんなの気持ちが。私はまだ全然分かってない。本当に申し訳ない、みんな。本当ちょっともう少しみんなの気持ちに寄り添える作家になるように今後努力したいと思います、うん、でもやっぱりこう絵が完成してみた時に、うんうん、俺こっちの方がいい、本当に俺は。あ、そう。じゃあみんなはどっちが好きか、うん、本当コメント欄で聞きたい。まあ、絵が完成した時の方を見てどっちがいいかな、ね、私は女性だったらみんなこっちだと思う。そう。でもこっちの方がやっぱいい。いや、私はこっち。私は絶対にこのヒョウ柄男だけど。俺もこっちなんだよ。なんでだね。でもなんか思考が似返ってきちゃったのかな、うん、私の思考が似返ってきちゃったからさ。だけど多分どっちイケメンって言われて、多分みんなが選ぶのはこっちの方がイケメンな気がするなぁ。ということで、よろしかったらチャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。また SNS で、ね、みんなにアンケートを取ったりするかもしれないので、よかったらインスタグラムともフォローしてください。ではまた他の動画でお会いしましょう。漫画家の下田翔太。はい、よろしくお願いします。バイバーイ。